ついに来ましたね、10月のアップデート。いやーマジで嬉しい。ハロウィンですよ、ハロウィン。いやこれね、ランプもあるし、なんかこうアーチもあるし、この角ね、自分につけたら可愛いんじゃないかなと勝手ながら思ってます。これアメちゃんね、ハロウィンの前に準備段階があるということで、みんなに渡していくのかな、アメちゃんをね、みんなに。でこれだよ、これちょっとみんな見てもらっていい？かぼちゃがさ、オレンジのもの、白のもの、黄色のもので、緑もあるね、緑のもので4つあるでしょ。その上で数が3個のもの、2個のもの、1個のものがあるじゃん。これがね、かぼちゃの種類あるんじゃないかなって思ってて、でね、これ成長段階かと思ったら3個のもの今取ったでしょ。で1個のものも取ってんだよ。だから3個じゃないと取れないってわけじゃなさそうなのね。だからそれぞれに使い道あるんじゃないかな。でこれ今1個のものを、1個のオレンジのかぼちゃしか使ってないでしょ。だからなんかね、それぞれで、あ待ってそれぞれ利用ともあるのかなと思ったけど、今待って、上のさ、ペロペロキャンディーつけてるかぼちゃのやつ可愛くないって今思った、ごめんね用途があるんじゃないかな。魔法使いのドレス、これ可愛いよね。これ保つに着せたいな可愛いな。おー、でねこれ今風でさ、右下見てもらっていい？ランプが揺れてるんだよ、可愛いよねこれ。キャビアちゃん可愛いパンプキン、ウルクはトリー、声低いみんな可愛い可愛いな。ラッキー絶対人気出るよねこのイベントで。ダンベルのさ、あの帽子いいな。他にもこれなんだよね、タルポータルの、これは本当にいいな。いやもっと早く欲しかった、これお手軽リアクション、タップするだけでこれができると。そしてあ待って、今さ、ちょっと待ってね、これ今見てもらっていい？ちょっと待ってね、この後上見て、かぼちゃのさ、なんていうの、着ぐるみじゃなくて、かぶり物を着てる人いない？パンプキングの。あれ、取れるんだね。あれ、いいね。ツタンカーメンみたいにつけられるんだね。そして、そう、これ、フランクリンとジンベルが来る、ジングルが来るってことだよね。フランクリン来るってことは、料理の実装があるんじゃないかなって、勝手ながら思ってます。で、食材、人参とか、噂されてたものが、また追加で来るんじゃないかなと思っております。いやこんな感じで終わりたいと思うんだけど、いろいろとね追加要素ありそうだよね。でこれですよ、今ね任天堂の公式サイトを見てるんだけど、さらーっとねアプリ情報が追加されてます。一度見た島の夢がリストに、これねすごいと思うよ。夢見が見せてくれる島の夢では、秋の群れをアップデートを行うことで過去に見た島の夢の履歴を表示されできるようになりますと。これね、これだよ、ほら他の人の島ねの情報がこうパッと出てくるわけですよ。これでいちいち 手入力をしなくて済むのと、これねリングコンがもらえると。リングフィットをみんなやってるかな。セシドは買ったけど全然やってませんダイエットしよう。このフィットのコントローラーと、これ右のさ女の子もさ、このあれだよね、運動してるあの子主人公の格好してんだよね。これダンベルじゃない。このコントローラー喋り出したりするのかな。てなわけで、こんな感じでアップデート情報は終わります。もっと隠し要素あるかなと思ったんだけど、なさそうだね。やゆちゃんかわいい。てなわけで、次ね、パーンと、あつ森の画像に移ると思うんで、よろしくお願いします。では、ポン。この子たち、ハロウィン似合いそうじゃない？ジュペッティ、キッズ、ロデオ、パッチ。あといないけど、ラッキーくんとかね。で、今ね、この状態なんだけど、ここのね、前、7月のアップデート情報をお話した時にもお話したんだけど、上にね、かぼちゃの絵があるんだよね。見えるかな？あそこね。見えるかな？で、やっぱりかぼちゃ実装されたね。ということは、前に話した野菜？食材の実装もあるんじゃないかなと。フランクリンとかジングルのね、画像が出てきて、ますんで、その2人の実装はあるのかなと。でその上でフランクリンがね食材使うようなキャラなので、食材の実装はありえるんじゃないかなと思っております。というわけで今回はこんな感じで
パパッと動画終わりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ちなみにこれはシシドが投獄されてるっていう意味です、漢字です。よろしくお願いします。バイバイ。